お、イチロー。お、古田。かっこいいですね、このオープニング。これは試合も期待できそうですよ。わ、懐かしい名前の選手が多いですね。いや、試合画面が思ってたのと全然違う。まあまあ、大事なのはね、ゲームの内容ですよ。それにしてもさっきからね、これ全然操作しても何も反応しないんですよね。どうなってんねん。おお、勝手に打った。あ、操作説明ちょっと一回見てみよう。なるほど。十字キーで指示を出すのね。いや、シミュレーションプレイクって、こっち、指示出すだけのゲームやないかい。まあ全部指示はね、覚えられないんでね。とりあえずミート打ちを徹底していきましょう。お、ワンアウト一、二塁。大チャンスですよ。オッケー、一旦ストップや。ちょっと操作説明もう一回見てね。いや、投げるまでの感覚が少年野球並みに早い。ちょっと待って。とりあえずチャンスやからね、打ちましょう。もう古田の配球コースがいかつい。もう打たされてる完全に。そして堅実な守備。ここで4番なんでね、なんとかしてくれるはず。4番がバントすな。いや、もっと悔しがって。